ズミが。こんばんは。こんばんは。杉本さんが戻ってまいりました、はい。ありがとうございます。どこに行ってたんやと。おめでたやったんね。そうなんですよ。ね。私の奥さんが。奥さんが、そりゃそうや。おめでたでした。僕がおめでたやった。どんな。いや、そうなんですよ。うん、皆さん本当に。先週はね、お心配かけました。はい、ご心配ですね。ね。お心配じゃない。ご心配かけました。うん、ありがとうございます。いや、無事にですよ。うん。妻子ともに。はい。無事に母子ともに母子ともにね妻子ともになんですか、まあ、母子やな母子ともに無事に健康でですね、ね、すくすくとした赤ちゃんがね生まれました、ね、生まれましてなんと女の子でございます。女の子で、奈良の侍ナウ始まりました。これ誰大監督やね。いや、ありがとうございます。監督、はい、昨日で今日先週ありがとうございました。ぐだぐだやなむちゃくちゃやな。いや狙ってんのか。いやいや、もう本当にもうね、うん、穴埋めていただきましてありがとうございました、ね、もうほんまにはー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 走ってきて、えもう大変やってん。サッカー監督が走ってきて、あら、うん、もうぜいぜい言いながら、いやーそんな、うん、ね、ありがとうございました。まあね、いや、はい、おばあちゃん面白いね。いきなりですね。おもろい、ほんまにおばあちゃんは強敵やなと思った。はあ、近くの喫茶店で、はい、はウィーンって自動ドアがあって、ああ自動ドアありますね。おばあちゃんが、うん、ありがとうって言うて入ってきて、開けてくれてありがとうって言うて入ってきて、自動ドアに対して、うん、もう吉本新喜劇か思った。本番に桑原和夫さんか思ったよ。自動ドアに対してありがとうと。ありがとう、開けてくれてありがとうって言って、まあ、うん、何でしょう、分かってはない、ね、分からへんやろね。ほんで病院行ったらね、はいはい、前の話じゃないけど、うちの母親と病院、うん、奈良市立病院って今綺麗になってるでしょ。はいはいはい、綺麗になりました。ほんならね、はあ、足湯に行ってくださいって言わはったんです。はあ、ほんなうちの母親が足湯やって、足湯できた、最近足湯できたんやって言うて、すごいすごいすごいねって言うて、言うてたんや、うちの母親も、はい、でもおかしいなと、足湯はないやろと思って病院に、ね、ずっと思ってて、はい、ほんならね ICU やって集中治療室や、足湯はないやろって、だから、まあ、まあ、おばあちゃんは聞き間違えってこと、ね、おばあちゃんおもろいな思いましたね。うん、まあ、まあ、アルファベットですからね、ね、ほんまに、今日はね、コテンパンさんに来ていただいてるんです。お、ね、フィリピンでおばあちゃんも見ていただいてる、はいはい、見ていただいてる、インターネットですから ね見れますからね。杉本くんがフィリピンってみんな髪赤いんかって言ってた、そんなことはないやろって話や染めてはるんですよね。まあまあ後ほど出てもらおう思ってね、この、はい、我々の番組もそろそろ特番の話が出ておりまして、はい、なんとね、元旦がこの木曜日なんですよ、ちょうど、うん、2017年7年の1月1日、2015年やろね、2015年やろ、それは平成27年そっちです、そっちです、うん、そっちでしたね。僕も間違えそうなんだけど、君ほど間違えへんかったわ飛びすぎや、ほんの欲しい なあ、で元旦にちょっと2時間ばかし、2時間もですか、特番しようかなと思ってますんでね。いいんですか、これユーストリームじゃなくて、今度ねニコ生動画で、あらね、やろうかと思ってますんでね。いや、皆さんぜひともね、ニコ生の方がね、はい、一気に結構こうよう見てくれてはるんで。あ、そうなんですね。うん、やっぱり100、200違うんでね。へ、うん、だからちょっとニコ生でやらせていただこうかなと。特番をですね、特番を、
いやちょっとワクワクしますね、うん、ね、どんな内容になるかですね。大木監督も来ていただけるんかな。いやありがたいですよ ね元旦からやけどね。まあ元旦ですからね、まあ分からない ね予定があるかもしれませんけども、まあ、そうやね。お笑い枠はね、はい、コテンパンさんに初笑いをしていただこうと思って、ある方にもかあのあの言うてたんですけど、はい、返事がなかったんでもうやめちゃいます。いやまあまあまだ誰だかもう二度と来るな。いやいやそんなことないですよ。あなたじゃない、あなたじゃないですからね。いろんな人に声かけますからね。もう遅いね返事が、まあ、返事が遅いね。まあこういうのさっと返ってる方が若いのに見ろよほんまにって思って。若いのにメール見ろよって 2,3 日かかってからはい今見ましたって切るからねほんまに。確かに 2,3 日かかった。ちょっとうちの母親かみたいな話。もうほんまに、まあ、でも残念ながら落選ということで、ね、で歌の枠をね誰かにしようかっていろいろ考えてるんですけど、歌枠をねいろんな枠があるんですね。ねあのやっぱりこうわあのこう笑いの枠と歌枠とあと何かこうお芝居枠とね、お芝居の人を誰か呼ぼうかなと思ってるんで、ちょっと芝居してくれ、うん、なんかこう春団地にこう一人芝居してもらおうかな。ねえなんかそんなことも考えながらちょっと、ね、決まってきますね。やっておりますけれど、ね、お正月頑張ってください。え、けえへんつもりやな。監督、監督来てください。なんかお正月特番みたいなね。ここでね、ここでお餅食べたりとかね。お餅食べて喉詰まらしてね。いやそんな悪い方向に。正月ですから。腹話術とか。腹話術監督に。はい、いやはいって。いやはい。腹話術じゃなくてね。いやあの羽根つきとか。なんで腹話術なんや。腹話術ってないやん、大体。腹話ない。腹話ないやん。腹話術と腹話術って人形持ってやるやつやん。なんで監督腹話術せなあかんねんの。腹話いの方で。腹話いやろ。なんかこれ羽根つきとか、ね。で、監督別に笑わさんでええからね。ああ、まあ確かに、ね。映画やからね。そうだね。はい。映画の枠というか。いやいや、まあまあまあね。よろしくお願いします。今ね、すごいですよ。何ですか。あそこ、外国のね、はあ、今、日本のあるもんがね、すごい盛り上がってます。何これデブイケメン、いやそうかデブイケメン枠があれば入れていきますやって。デブイケメン枠ありますよ。なんでなんですか。デブじゃないです。監督結構ね顔はね痩せて見えるんですけどね、はい、下半身がね外国の方みたいにね大きいんですね。って見たら分かるやん。いや僕スッとしてはるな思って、うん、スリットね。スリットって何。いやあのね外国でねありますあのね今ね、はい、免税店で大爆、すごく大爆発っていうか、免税店で、はい、ものすごい売れてるもんがある、関空で。え、海外の外国の方が買って帰るの？外国の人は買って帰るの？ということは、日本にあるもんですよね。うん、日本にあるもん。何ですか？ランドセル。え？あのね、B 級品ばっかりランドセルを売り出したんですって。そんなとこで。うん、やってみたんやって。試したな。それがすっごい売れて、もう追加で置いてんやけど、もうどんどん売れて。それでも外国の人としては普通のカバンっていう意味でカバン。だからアメリカのハリウッド長がこれは便利やわって言ってつけたんやって。なそれがすごいおしゃれってことでイギリスでファッション誌で取り上げられて。あら行きましたねそっちに、うん、だいたい2万5千円ぐらいで売られてんねんってイギリスでは。高いです安い、まあ、安いランドセルで。あそうですか、うん、だからこうすごいこうなんか今珍しいですね。ランドセルが大人気だし。某 CM でもね、うん、ちょっと前にこうランドセルを大人の人が背負ったっていう CM がありましたよ。携帯電話の CM でね。ソフトバンク。いやもう言っちゃいました。某言ってましたけど、某じゃなくなっちゃいましたけど。そう正解その通り。正解その通り。それそんなんでもねちょっと違和感ありますやんか、うん、サイズの違和感が。うん、でも UK イギリスの方は、はい、アート。ファッションに持っていかれるわけですね。なるほどね。その何言うの今言わんの UK ってっUK ってくすの雄二郎さんかな。ハイカラに言うそっちだね。くっすん出てますよね。あそうなん関西テレビでね。あ今チチンプイプイ出てるよね。くっすん MBS か。あそうじゃん。うん。あ何も言えわ。誰も分かってくれてん。無理ですね。ね、はい、あとね、今売れてるのはね薬。薬はどこでもあるんですか。中国の方がものすごく買っていく。何か日本はやっぱ安全性があるっていうので3倍の売れ行きらしくって、人気なのが目薬らしいです。あのね清涼感のあるうわ好きとしたみたいなのが海外にはないねんて。きたーってやつね。っていうの、うん、全然ないねんて海外には。そうですか。うん、だからこの目薬がよう売れてるらしくって、メイクアップアーティストなんか買ってるらしくって。
やっぱりその中国でも薬はあるんでしょうけど、うん、あのスキッとするのはないらしい。ないという。であと急進とかセイロガンとかねめちゃめちゃ売れてるっていうね。ほんでねいろいろこうあの、今海外の人にすごく人気なのが、はい、あの新宿のあのゴールデン街、ゴールデン街って知ってます？ゴールデン街知ってますよね。ゴールデン街、東京に仕事ある人は知ってはんねん、新宿の方行って、これあの、あの下町でね、昔闇市とかあったところです、はあはあ、だから本当にあの立ち飲み屋さんみたいなね、もう横にもういっぱい席があって、狭いところ で、もうこのスタジオぐらい狭いところで、いや広いですよね、ここは広いです。もうほんまに急急で座るところで、ゴールデン街言うんですか、うん、狭いところで誰とでも打ち明けれるっていうので、はあはあ、結構こう、うん、人気なんですか、うん、人気で。それは東京にはあるんですけど、大阪にもそういうとこあるんですか？あるやろうな。大阪住所なんかそうなっちゃう。奈良でいうと、奈良はないんちゃうかな、そんなとこ。三条通りとか。三条通りそんな奈良もうないもっと狭いところです。もっと狭いところ。君はおもろないわ。ね、なんでなんかちょっと。全然潰していくわ。潰していかない。春団地を見習え、春団地を。勉強させてもらいました。うん、ほんでね、あのね、はい、あのコンビニ。コンビニ。コンビニのね、おにぎり。あんなおにぎりパッとやってすぐこうと、ね、なかなかないらしくて。あ、そうですか。うん、であと地下鉄のね、エスカレーター。あるでしょ、うん、あれはあんな長いエスカレーターってやっぱ海外にないらしい。ないんですか、地下鉄の。これはすごいってみんな写真撮っていくらしい。あら、日本にだとどこでもあるわけですからね。であとマンションのね、はあ、立体駐車場、これがやっぱり、あ、こうこうキュンキュン、こう回っていくわけですね、これ。そうそう、立体駐車場、あのマンションなんかでは立体駐車場ってあんまりないらしくて。そうですか。まあまあ土地が広いのもあんねやろね、外国の。日本狭いですからね。うん、でもね、ほんでね、オリンピックに向けてね、はいはい、今駅でねイスラム教の方に礼拝堂とかお祈りの場所とか今作ってるらしいですよ。海外から来はったら選手が、なんかこう祈らないとダメですから、祈りの場所っていうね。親切ですね、日本人は。そうそう。へえ。これあれ何ですか。何しようかな。ちょっと待って。あ、まずあの私一つね、はい、持ってきたんですよ。うん、この前ね、はい、まだちょっと話戻りますか。選手休んでましたんで、うん、さらに戻りますか、はい。これ皆さん見てくれてありましたよね、この。あの僕、あ、鹿の角のかぶりもんでね、はい、肥やしてもらった時に、はい、この山田さんっていう方がこの絵本出してはるという、はいはい、うん、今日はねその絵本を持ってきたんですよ、これチラッと。これあ、持ってきた、はい、うん、これが実は山田さんがねこれあの出さはった絵本なんですけども、中身がこれ手作りなんですね。あ、なんか落ちましたけども、こういうふうに、はあ、フェルトでね、フェルトでね、フェルトでこの、まあ、ワラビーというこの動物を飼ってはる話なんですけども、うん、これね細かく全て全部手作りを印刷した。どこの方ですか、ね、これ奈良市内ですよ。奈良市内の方でね、今もボタンサッカー。これ文字これ縫うてますからね、これ。あ、糸ですごい糸で縫うたんですよ、文字縫うてるんや。もう全部もうなら、生地から全部、このバッグの生地から全部縫うてはんねんね。そうなんですよ、これもうボタンにちなんで。そうなんですよ、こういうのもしはるんですよ。糸、人参のね、草の部分というかこう、そうです、緑の部分がね糸でやってあるんです。そうなんですよ、これね、よく見たらいっぱいすごいですよ、これ文字縫うのもしんどいかな。このね、このあの顔のマークもね、これボタンなんですよ、これね。そうなんですよ、ちょっと見えにくいけどね。あ、これ全然見えてへんけどね。まあこれね、ウラビーのワラビーというのまだね、これ探してください、うん、ワラビーのウラビーでしたね。はい、はい、またお願いします。まあでも、ね、正月特番監督、もしよかったら来てくださいね。元旦やからちょっとしんどいかなと思いますけどね。確かに、ね、うん、まああまり無理は言いませんね。野暮用があるかもしれませんけども、ね、でも特番ですからね。まあでもね、奥さんと喧嘩されたらまた正月からまあ鬱陶しいんでね。されてね、温暖ですから、ね、温暖っておかしいな、炎暖ですから、炎暖、炎満や、炎満ですか。なんでそんな三段落ちやねん、大木監督のところの、あの夫婦生活がやな。まあ円満に、円満、まあでも正月から出たらね、あれやから、はい、まあ正月はあのどっか奥さん連れて行ってもらって、奈良でちょっと初詣行こうや言うてね、いろいろ来てもらったらね、春日大社、三輪神社にあれね、ありますからね、来てもらったらいいかなと思いますんで、はい、羊年ですからね。そうや、僕当たり年や。あ、そうなんですか。そうや、羊やもん。当たらはったら、あの大木監督も当たってはるんちゃいます。手作り印刷なら印刷だよねって今の手作りを印刷なら、さすがその通りになってしまいますね。さすがですね、ツッコミやっぱ激しいですね。でもちゃんと手作りされたやつを印刷されてますからね、うん、前あの、はい、
有名人の CM のギャラの話ってしましたっけ？してないですね。いや聞いたことないですよ。してないですね。これね、何言ってるかさっぱり分からへんからね、言ってきましょう。本田圭佑さんね、下が本田圭佑さんがどんだけギャラやったって下な。僕知らない。あんた知らんわ。もう一回のこと話してた。じゃあこのギャラの話はやめてやな。あのね、長者番付ね、長者番付、モーニング娘。がね、2001年の長者番付の時にね、はい、及川君いきます、多分。ありがとうございます。ありがとうございます。これで、監督枠が決まりました。よろしくお願いいたします。まあ監督はレギュラーですからね、来てもらわんとね、はい、よろしくお願いいたします。ですね、はい、長者番付、まあ僕らが、まあ前世紀、2001年で前世紀なんですけどね、モーニング娘。9人がね、長者番付に入ってたんですよ。モーニング娘。として入ってるんじゃないですか？はい、入ってんじゃなくて、一人一人がバラバラで入りましたね。阿部夏美さんいました、いましたね、今もいますけど、6432万円税金入れてはって、今はそ何したの、ソロ歌手やって、ね、今も歌ってあります、ね、この前ね、うん、何でしたっけ、オールドモーニング娘。ですか、オールドモーニング娘。なんかね、その前のチームだけでグループ活動されてるのもありましたよ。はいはいはい、あ、そうですか、はい。もう卒業された方ばっかしでっていうのもあります。まあ、あんまり興味ないもん。どこいやか、ばっさり。まあ、古い。そんなことない。嘘ばっかり言ってます。そんなことないですよ。飯田香織さん。飯田香織さん。ね。ね。二十歳の時にね。6305万円。6000。6305万円です。一緒ですよ。それ一緒や。一緒や。今、2007年に結婚して、はあ、今ママタレント、ママタレって鼻タレみたいけど、ママタレをやってるんやね。あ、そうですか。うん、で安田圭さんがその当時21歳、ね、5662万円。21歳で5000万ってすごいですよ、ね。すごいですよ、これだけ。年収でしょ。払う長者番付やから税金払ってんの。だからもっと稼いでるいうことですよ。税金をそんだけ払ってるからもっと稼いでる。5000万払いますか。うん、払ってる。家立つ。去年結婚しましたね、これね、安田圭さんね。で矢口真理さん、これ19歳の時ですよ、この時ね、5632万円、ね、5000万、こう寝室で不倫してた、ああそうですよ ね、復活されましたから ね、今ね、復活されね、これからいろいろ出てくるかな、楽しみですけどもね、うん、ほんで辻のぞみさんやったっけ、辻あやみ、あやみさんですか、希望の木に美しいのぞみや、間違ってるやない、何言い間違えて、間違えて、14歳だ当時ね、辻ちゃん、加護ちゃん、辻ちゃんの辻ちゃん、はい、4570万円税金払う、4570万円、これも、ママタレントで14歳ですか、うん、はいです、今もママタレントでミニモニですよ、あミニモニっていうグループ作ってましたけど、もみもみみたいで気持ち悪い石川理香さん、いや、いらっしゃいますね、4462万円、4000万、今はね、パチンコ経営してますわ、うん、パチンコ経営します。そんなんできるんですか。もうめっちゃ儲けてる、うん、で後藤真希さん当時16歳。後藤真希さんですよ。でも後藤真希さん4078万円。へえ。いや、引きこもりの末に今今年ふりあのフリーターは結婚しちゃったよね。結婚しちゃった。結婚しちゃった。弟さんもやりますからね。だいぶ引きこもりしてはったんやけどね。何かけはって歌ね。うん、で加護愛ちゃん。ソニーちゃんと。ね、14歳4408万円。加護愛ちゃん奈良の出身ですよね。ね、不倫報道の上に夫が逮捕っていうのは奈良の出身やのに大変な状態ですよ。ね、今もうほんまに奈良どないしたんやみたいな悪口ばっかりなんですけどね。まあそういうニュースが出てしまう、ね。不倫報道の上に夫が逮捕やからね、もう踏んだり蹴ったりや。アイドルになったらそうなんかもしれませんけどね。で吉澤ひとみさん、はい、17歳の時やから3824万円今タレントしてありますよ ね。出てありますね。ほんまにね、ほんまにこう給料。その時は本当にこんだけ税金みんな払ってはって相当な金額ですよ。かしてもうこれ2億3億当たり前です。早いほんますごいですよ。早いみたいな。ほんまにすごいですよね。はい、メリさんの羊って知ってる？いきなりですね。メリさんの羊ってあれ次の歌詞に何か知ってる？羊羊でしょ。みんなね、日本人のね 99.8% が間違って覚えてる。あら、2割。メイリさんの羊ってみんな聞いたら羊羊って言うんだよ、思ってたやろ。思ってました。メイリさんの羊、めいめい羊が正しい。めいめい羊やん。メイリさんの羊、めいめい羊。うなぎっていつ食べるか知ってる？変わりますね、話、うん、コロコロ変わりますね。うなぎ
うなぎってあの土用の牛の日いますよ、ね、だからね、あの7月食べると思うやんか、はい、夏食べると思うやんか、ほんまは秋なんやって。なんでずれてますね。 秋があのあのなんでな、なんで夏やったのっていう、旧正月やから、ね、いやいやちゃうね、あれやな、あのうなぎが一番売れへんかってんて、あ、日本で。戦略ですか。戦略やねんて。平賀源内があのエレキテルのあれを発明した、うなぎ屋が相談したんやって、どうしましょう、どないしよう、売れませんと。ほんなら、はあ、うなぎは土用の牛っていうのを作って、はい、で売り出せと、うん、体力つくから言うて、あーはーはー、そういうキャッチフレーズ、ね、ほんなら土用の牛の日、この7月が一番うなぎ食べる日や思って。へ、昔は秋10月が美味しい時期で、うなぎはこの日が一番ピークで食べてたんや。やっぱ美味しい時期にね、うん、ピークになるわけでしょ。ほんでね、うん、話は変わりますけど、マングースの敵言うたらない。はっきり言いました。蛇でしょ。あの蛇やない、ハブや。あ、ハブハブ、向こうから後天罰がハブやハブや言うて言うてくれた。 B は出ましたね、うん、あのあブーか、ブーや、ね、B もブーも全然、B やからブーやでしたね、全然ちゃうやね、ブーでしたね、ハブ、はい、と思ってたんやけど、この蛇、あのマングースとハブってのは絶対喧嘩せえへん。え、なんでか。喧嘩させてますよね。マングースは夜行性ない。あら、ハブはあの昼間。昼間。だから絶対これが出会って出会うことはまずないんや。あれ、あれは喧嘩させてたんやって。沖縄でね、そういうショーがありますよね。うん、ハブ対マングース。そうそうそう。だから今はもうやったらあかんねんね。やったあかん。見れへんかった。僕もあのなんか動物愛護協会。ダメですよ。でダメやったそんなんて。昔は見れたんやけどね。うん、またそれも商売ですね、また戦略ですやんか。はい、あのそろそろということでね、はい、はい、マホロバ劇場のコーナーに行きたいと思います。楽しみですよ、はい、よろしくお願いいたします。 します。はい、久しぶりに徳丸節前回だねと大木監督からいただいてますけれどいやね、大木監督来られた時はね、僕大木監督に任せてますから。あら、うん、何も考えてこない。あ、じゃあ僕今任せてしまってるわけです。ごめんなさい。君考えてきへんから考えてこなかった。これから僕生まれ変わりましたから。生まれね、お父さんだったからね、噛みませんよ。これから。今日ははい、捨てられた。そうなんですよ。女房、京都の、民話をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。いきます。昔昔、都の外れに大層貧乏な男が住んでいました。ところがその男の知り合いがとても出世して遠い国のお殿様になったのです。そこで男はそのお殿様の家来としてついていくことになりました。これでやっと自分にも運が向いてきたぞと喜んでみたものの、男には旅の支度をする金さえありません。それで男は長い間連れ添った優しい女房を捨てて、お金持ちの家に新しい女をめとり、その女にお金を出してもらうことにしたのです。ひどい、杉本僕じゃないですけど。ところが、はい、新しい女房はわがままで男に不平不満ばかり言っています。そのうち男はだんだん前の女房が恋しくなってきました。けれどお金を出してもらった手前、新しい女房を追い出すわけにもいきません。今の女房とは形だけの夫婦。ああ、貧乏でもよいから前の女房と暮らしたいの。男は次第にそう思うようになっていました。そのうち何年か経ち、殿様はまた京へ戻ることになったのです。これであいつに会うことができる。男は京に着くと新しい女房を実家に返してすぐに元の自分の家へ戻りました。ところが家に着いてみると、とても人が住んでいるとは思えないほどひどい荒れようです。これがわしの家だろうかと男は
門の前に立ちすくしみました。門の前に立ちすくみました。女房のやつ、わしを恨んで出ておき。なんで棒読みやねん。女房のやつ、わしを恨んで出て行きおったに違いない。いや、悪いのはわしだ。女房を責めても仕方がない。そう思いながらも、中に入ってみると、いつもの場所に女房が座っているではありませんか。お前、待っていてくれたのか。男は女房のそばへ駆け寄り、しっかりと抱きしめました。あなた、お帰りなさい。女房は文句一つも言わず、嬉しそうに男の顔を見ました。許してくれ。わしが悪かった。わしの女房はお前だ。もう決して話すまいぞ。二人の夜は、老けるのも忘れて語り合い、明け方になって、やっと寝床に入ったのです。久しぶりの我が家に、男は安心してぐっすりと眠りました。それからどのくらい過ぎたでしょう。男が目を覚ました頃には、もう朝日が差し込んでいました。いやー、よく眠った。と、女房を見て男は、あっと驚いて飛び起きました。それもそのはず、そこにいたのは骨だけになった女房の死骸が横たわっているのです。これは一体どういうことだ。男は寝巻きのまま隣の家へ飛び込み、妻のことを尋ねました。すると隣の家の人が言いました。ああ、その人やったら去年亡くなられましたで、何でもご主人が新しい奥方を連れて遠い国へ行ってしまったとかで、あれはひどいこと悲しんでおられてました。そのうちに病に倒られたご様子やったけれど、看病する人ものうて死んでしまわれました。お葬式する人ってなくて、死骸もそのままへというので怖がって近寄る人もありまへん。では昨日会ったのは女房の幽霊だったのか。そう思うと男は急に恐ろしくなり、そのまま逃げ出すとどこかへ消えてしまいました。おしまい。ひどいな。ひどくないでしょ。ひどいな。結構サラサラね、うまく言ってます。なぜだろう。噛んでないけど何も伝わってこない。それちょっとショックで、ね、ショックやな。確かにね、噛むのはすごくない。噛むやったらしゃあないけどな。伝わらないのは厳しいですね。普通に読んでるのに伝わってけへんでな。これからはね、伝わるように、ね、そうやな、読んでいきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは、コテンパンさん、あ、お便りを先に。お便り、はい、来ております。今回ありがたいですよ。あれはよう聞いたな。では早速いきましょう。はい、行こう。ペンネーム、鳥取の らっきょ好きママさんよりですね。徳丸さん、杉本きのこさん、こんばんは。杉本さん、お子さんお誕生日おめでとうございます。あ、お子さんお誕生、あ、お子さん誕生おめでとうございます。お誕生お子さんがきのこさんに幸運を運んでくれたようなもんですね。徳丸さんと一緒にどんどん上がっていってください。いや、本当そうですよね。ありがとうございます。本当に生まれましたね。もう元気すくすくですよ。続きまして、刈谷の太っちょママさんよりですね。徳丸さん、杉本さん、こんばんは。杉本さん、先週のお休みは奥さんのお産だったんですね。元気な赤ちゃん生まれてよかったですね。おめでとうございます。ありがとうございます。大木監督と萌ちゃんが徳丸さんを助けてくれて楽しい番組内容でしたが、やはり杉本さんのボケがないと笑い。今日はコテンパンさんのコーナーがありますので楽しみにしています。こちらの番組でも爆笑漫才見たいですってことですね。ね。いや、ありがたいですね。やっていただきたいですけども、どうなるでしょうか。何やそれ。どんな思わぬところでハードル上げてんの。ひどいな、君。君おもろないのひどいな、それ。いや、そういうわけじゃないですけど、やってくださってありがたいですけども。どうなんでしょうかって。どうなるんでしょうかですね。ペンネーム、サボテン娘さんです。徳丸さん、杉本さん、こんばんは。徳丸さん、先週は、完全版地雷へのチケット販売に奔走しておられましたね。杉本さん、パパになられた気分はどうですか。おめでとうございます。これからも徳丸さんと2人で力を合わせて番組を盛り上げていってくださいね。チケット販売に翻弄されておったんですね。
もう近づいてきましたからね。もうね、ほんまにどんどん今日も予約も出て、あ、そうですか、なくなってきて、チケットすごいですね、うん、僕もパパになったんですけど、まだちょっと実感がないよね。今、まあ、抱くのだけでもこう怖いんですよね。首がこうなったら怖い怖いっていうのがありますけど。お風呂入れた？まだです、まだです。入れて、あ、それも練習がまだありましてね。あ、ママさんパパさん教室沐浴っていうのをね、どうするのかわからないけど、こうザブーンとつけるのかな。そう、続きまして徳丸さん、きのこさん、こんばんは。徳丸さん、十津川村でのイベント大成功おめでとうございます。イベント続きでご多忙のようですが、とりあえず深呼吸をして頑張ってくださいね。きのこさん、お子さんお誕生&パパさんのお誕生おめでとうございます、子育ては本当に大変なので、ちゃんと育児協力してくださいね。お子さんが健やかに成長されることを心より祈っております。ちゃんと振り仮名振り仮名振り仮名一日の寒暖の差が激しいですが、お体にはくれぐれもお気をつけてください。コテンパンさんのコーナーも楽しみにしています。今日も楽しく頑張ってくださいね。グータラナトトロさんよりですね。ありがたいですね。どこの人やったかな、豊中かな。そうですか、岐阜の温泉街の住人ゆうこりんさんよりですね、徳丸さん、杉本さん、こんばんは。このペンネームなら悩まず読めますよね。読めました。まずはお子さんの誕生日おめでとうございます。女の子なんですよね。そうなんですよ。杉本さんにの可愛い女の子なんでしょうかね。フェイスブックに写真をアップしてください。今日も放送楽しみにしています。ほんまや、女の子なんですよ。アップしてください。ちょっとね、いい写真が、可愛い時の写真が撮れたら。あ、まあまあ、生まれたてはみんなね、そうなんですよ。何言うてもう猿みたいだね。そうなんですよ、うん、そうやで、みんな猿みたいで。でもね、うん、生まれてからもう髪の毛生えてるんですよ。うわ、すごい、やっぱり剛毛のお父さん。でも多分皆さん生えてるんでしょうけど、すごいですよね。剛毛や、やっぱり確かに色は濃かったです、うん、徳丸さん、きのこさん、こんばんは。きのさん、ベイビーの、ご誕生おめでとうございます。ありがとうございます。たくさんの方に祝福されて、たくさんの方々に見守ってもらえているきのこさん、幸せですね。ありがとうございます。ギャラリーが多すぎるとちょっと困ることもありますが、パパ1年生応援してます。脱カミカミ王子目指してくださいね。太りすぎたラ・レーヌさんよりですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。外人やね、この人。ラ・レーヌさんですからね、新潟のカズニーさんよりですね、徳丸さん、杉本きのこさん、こんばんは。きのこさん、父親になったんですね。おめでたい。今日もカミカミで笑わせてください。ありがとうございます。そう、父親になったんですけど、実感がね、まだ若干来てないですね。そうです、うん、実感が若干ですからね、徳丸さん、カミカミ王子さん、こんばんは。先日六甲さんに行ったのですが、山頂まで原付バイクで上がっていた集団がいたので大変驚きました。あの山道をやるなぁ。原付なのにめちゃくちゃ爆音が響いてました。最近暴走族を見ないようになった気がしますが、まだいるんですかね。徳丸さんと王子さんは単車で走ってましたか。徳丸さん、リーゼントが似合いそうですよ。さあ、今日もどれだけ笑わせてもらえるのでしょうか。楽しみにしてます。アラピーさんよりですね。あの暴走族ってどう、最近おらへんけど、奈良多いよね。多いですよ、田舎の方行くとね。多いです、多いです。うん、いや、なかなか見えへんけど、最後梅田で見たで、2台だけ暴走族2台だけいや、あの場所言うとあれなんですよ、うん、柏原高田、大和高田とか、ね、多い、南は多いですよ。多いな、背もたれついてる単車ですから。そうそう、ほんで前はこうすごい勢いで走ってたけど、みんな今遅いね。あ、そうですか、うん、ゆっくり走ってるんですかね。僕ね、一回ね、はい、あの昔、あのもうあれちょっと事故やからあれやけど、事故、パトライトを買うてきて、赤いやつ、赤いやつパーン乗せるやつ、磁石のあれダメなんですよ。こんな横でこうこれぐらいの、はいはいはい、ケージ乗せてるやつ、はい、ほんでうちの兄貴車屋なんで、はあ、あのサイレン鳴るようにしてもでマイクつけてすごいで、あのパッとこうつけた、パッとつけてウェーンって回してて、で神田道路走ってた。へ、ほんならゆっくりみんな走ってるから、はあ、なんかもう回せ回せって言って回したら、みんなバーって避けてくれたら、前暴走族組んだってすごいことで、もうどないしようと思って囲まれて、囲まれたんですか。囲まれた、囲まれた。ほんなら僕の先輩が、はい、あの徳丸、あの一番危ないところが一番安全なこともあるんやでって、何言うてんねん、この何な今この大変なところに謎かけしてんねん答えを言えって言うて、はあ、お前そこ降りろって言うて、あ、もうあの東生駒まで降りて、はあ、ほんでちょうどあのあそこの生駒署に
そこ入れって言うて、ね、パトライト回したまま入っていってそれがその答えやとか言って、わけのわからんこと言って暴走族みんな逃げていきよって。怒られませんでした。もう怒られへんかった、パトライトは、うん、でも暴走族もね、怖がらないとダメなのに、うん、もう一番危ないとか一番安全なとこやみたいな何なぞかけしてんねんとか囲まれるって怖いですね、うん、ねえほんまにすごい、うん、徳丸さん、杉本紀之さん、こんばんは。古典版さん、こんばんは、うん。先週木曜日、毎週木曜日が待ち遠しくて、何やそれ、先週前か後ろかどっちやねん、ま、毎週木曜日が待ち遠しい私ですと、うん、で先週きのこさんがお休みだったので寂しかったですと、きのこさんにとっては最高の日だったんですよね。きのこさんおめでとうございます。育児は育児、自分を育てる育児と書いて、なのでお子さんの成長とともに神々王子を卒業されることを願っています。杉本さんが噛まなくなったら面白くないかないな今日も放送、今日の放送を楽しみにしていますので、徳丸さん、杉本さん、古典版さん、頑張ってくださいね。まなゆのおかんさんよりです。はい、ありがとうございます。こう点点が打ってましたからね。続きまして、徳丸さん、きのこさん、古典版さん、こんばんは。今秋風というのが流行っているようです。地面の塵や埃が風に舞って体の中に入って喉が痛くなったりするようで、秋の花粉症と区別がつきにくいようです。皆さんは大丈夫でしょうか。季節はだんだん冬になっていくので体調管理に十分気をつけてください。頑張ってくださいねって、はい、サチさんより。秋の風、風じゃなくて塵とゴミのこのね、うん、変虫みたいなやつですね。ほら来たれ。今日は少し事情があって今外にいます。手がかじかんで文字が打てませんのでこれだけ。杉本さん、娘さんのご誕生おめでとうございます。ありがとうございます。お父さんには似ませんように大木実監督ですね。ありがとうございます。まあ似方がいいわな、まあ、半分は似ますからね、うん、半々ですからね。どっちにってことですかね。お、来てる。杉本さんおめでとうございます。おちさんからですね。おちさん来た来た来た、ありがとうございます。ありがとうございます。君ら遅いぞって今はメールの画面で SNS のコメントは読めませんってこれ、ね、あここで、ね、言うてくださいね。キノコパパいうことで、ね、おじさんが、ああの高橋さん来ました。遅くなりました。ただいま、はい、ただいまパパ、パパ、はい、ありがとうございます、ね、これ終わったらすぐに高橋さんの方の、ラジオ番組が始まりますんで、ね、あこの番組終わった後ね、9時9時から、あれ9時から、あれな、僕間違えてた、8時からと思ってましたけど、あもうそう、最後のメールでございます。おはようございます、カスのゆいです。今日は古典版の劇団はだわてウォーターウォーターです、ね、これどう言ってもウォーターやろ、これウォーターですよね。もうなんかわーわーよウォーター、劇団ウォーターのコーナーですね。残念ながらわーてるなみたいな感じ縦の稽古で生中継見れませんと、配信楽しみにしてます。今年は劇団ウォーターの鍋デビューしたかったですねと。鍋デビューが遅かったですね。何もと分からんままに飛ばそうとして鍋デビュー遅かったですね、うん、去年は9月からの鍋じゃなかったでしょうか。そうなんよね。芸人さんばかりの鍋パーティーめちゃくちゃ楽しそうですね。ゆいも一度参加させてほしいですと。お芝居もまだまだ、本番は1ヶ月先なのにほぼ仕上がってるなんてすごい。徳丸先生、侍道縦軸やね、縦軸の舞台も頑張らないと。杉本さん、ジライア見ました、かっこよかった。ユイがいろは食堂の夜で共演した、白沢さんも出ていたのでびっくりしました。あそう、白沢さんとやったんや。いろいろつながってますね。ユイももっともっと頑張ります、うん、皆さん一緒にご出演したいです。カスのユイでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ウォーターですね、劇団ウォーター。ウォーターね、もう始まりますから、ね、もうすぐ、ね、がありますからね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、はい、古典版さんのコーナーでございます。よろしくお願いをいたします。お待ちかねでございます。古典版さんのコーナーでございます。はいはいはい、はい、どうも古典版です。お願いします。お願いします。どうもです。はい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 、劇団ウォーター所属ね、古典版でございます、ね、ウォーターですよ。はい、ウォーターでございます。すいません、ウォーターですね。お願いします。そんなナビやってはったんですか。
いやそうですね、去年多分ねだいぶ早い段階からちょっと鍋開き的な感じでやってたんですけど、ね、そうです、今年は先週ぐらいですか、はい、にやっとこう鍋開きした。先週でも早いんちゃいます、10月です、早いですかね、まあ、最近結構夜が寒くなったりしたんで、あ、まあまあね、去年が早すぎたっていう、そうですね、はい、でも美味しそうですよね鍋 ね、 ね、いろんな鍋があるということで、ただ去年9月やってたんですね、僕らも忘れてたんで、そうです ね、 ですね、多分ブログかなんかに書いてたんでしょうね、そうですね、はいはいはい、ぜひともね来年は8月にやってもらいたい、早すぎません、だんだん早くなながらやるという毎年やるみたいな、ね、はいはいはい、うん、まあ、早速ね行きたいと思います、はいはい、古典版の面白写真ノミネートという、よいしょ、あ、いいですね、いいタイトルコーナー、いいですよ、ありがとうございます。このコーナーはですね、はい、僕ら古典版が所属している劇団ウォーターの皆さんにですね、はい、お題となる、言葉、ですね、うん、の意味を、写真撮ってきてもらい、それを紹介してもらい、紹介し、それを徳丸さんにね、はい、1位を決めてもらい、見事、3回1位になった人にはね、このスタジオに来てネタやってもらおうというコーナーでございます。すごいですね、完全に身内を呼び込もうとして、はい、そうですね、いやでも楽しみですね、やってもらうじゃないかというね、はいはい、で、今月のね、うん、お題がね、こちらですね、はい、こちら、寸尺と、寸尺詐欺やね、寸尺、ね、詐欺の先月ね、ちょっと引いてきましたね、はい、やってもらいました、寸尺、はい、少しのお金を借りることという意味でね、こちらで、ウォーターのね、メンズのいろんな方にね、ちょっと写真を撮ってもらったんですけども、はいはいはい、で早速紹介していきたいと思います、はい、まず1枚目がですね、こちら、まあ、劇団員のこと、お笑い込みホムラーのお二人に撮ってきてもらった、はあ、女の子がいる、そうなんです、はい、女性コンビでございます、ホムラー撮ってきてもらった、寸尺の写真がこちらですね、はい、なんやこちらですね、これなんか実話を再現したらしいんですけど、この土下座してる方の子がガチでお金なさすぎて、100円を土下座して借りたっていうを再現したらしいんです。実体験に基づいた。実体験やな。100円で土下座ですか。はい、若手芸人やっぱみんなお金ないんですよね。ないよね、はい、そう。みんなどうやってんの？みんなは若手芸人って。若手はね、もう本当ね、全然舞台とか出てないのにアルバイトとかも。そうですね。はい、そうなんですよ。こう、はい、お笑いだけの、はい、やっぱり若手の人って、はい、月どれぐらい稼いでる？そのお笑いだけしてる人ってことですね、はいはい、アルバイトしてなくて、お笑いだけで、いやでもやっと食べていけるんが多分その15万以上とかぐらい、家賃も張ったりとかね、ぐらい、吉本もひどかったもんね、いやもうね、そうです ね、僕らもちょっともう今年の頭にもう抜けたんで、ですね、はい、これはもう言える話です、ほんまや言えなかったなかなかにね、もう本当にね、はい、よう言われてる話ですけど、はい、その91っていうの、91、ね、はい、事務所9で、事務所9で芸人が1っていう、すごいですよね、よくて91ですから、そうなんです、もっと取られる可能性全然ある、月給300円とかですね、いやいや本当そうね、それでもちゃんと源泉徴収で引かれるそうそう、ね、はい、ヘリバスやんか、そうなんですよ、そのお金もいつ振り込まれるか分かんない、分かんない、そうですね、だからそのギャランティーが少なすぎてお金下ろせない、そうですね、まあまあ分かりますよ、だって使おうってもそんなんやったらもう置いとけみたいなね、そうなんですよ、すごいな、すごいな、すごいな、やからも多分さっきみたいなね、さっきみたいなね、土下座してる、はい、女性の土下座ってあんま見ないからね。いや、そうですね。はい、すごいな。じゃあ次のね、はい、紹介したいと思います。はい、次はですね、こちら、サボテンライダーというね、コンビの、はい、サボテンライダー、はい、撮ってきてもらったお写真。サラサラヘアやね。サラサラ、本当女の子みたいな感じなんですけども、ね、はい、はい。もう化粧した方がいいね。そうですね、はい、ちょっと芸風を描いた方がいいですね。いや、そうですね。女役ね。はい、うん、こちら、サボテンライダー撮ってきてもらった写真が、こちらですね。はい。出ました。寸尺。これはそうですね、何これ、兵士からお金を借りてるんですかね、ですね、はい、これは多分ね、完全にユニバーサルスタジオジャパンで撮った写真ですね、はい、これあれやもんね、ね、ちょうどバイオハザードのとこ、そうですね、これ手にもなんか財布を持たしてますけど、うまいことしたな、ね、足元実は縦看板があるんですよね、ありますね、展示品に対してのやつですね、状況がちょっとよく分かんないですよ、ね、よく分からへんな、あんま戦地でお金借りるものないと思うんですよ、ね、よく殺されなかったみたいな ね、だ一人は帰れてるんですけど、もう一人無理やったということですそういうことなんですね、一人分だけやったんですね、ですね、分でも一人が結構借りてますよね、お札結構分けたよ、ね、持ってる状態なんで ね、すごいな、バイオハザードもうそろそろ終わりやんね、そうですね、ユニバーサル、日
日曜ぐらいまで、ね、そうですか、ものすごい人ですよ ね、 そうですね。だって9時にもう、はい、オープンやのに9時10分でバイオハザードの整理券はもう終わってんですね、はい、整理券の配布が終わる、配布が終わってめっちゃ人気ですやんか、すごい。だ9時にオープンやな、9時にオープンせなあかんな、あれ絶対8時ぐらいのオープンしてるもん。そうです、ちょっとね、前倒しで開けたりとかしてね、すごいことやね、はい、はい、うん、はい、はい、あ、出た、はい、この人はやっぱお笑いのために生まれてこな、はい、どうしようもなかった、ポセイドの橋本さんですね、そうですね、はい、ポセさんって僕らは呼んでますけど、よかったね、お笑いに生まれて、本当ですよね、はい、受け皿があってよかったですね、はい、インパクトがありますよ、ね、はい、このポセイド橋本さん撮ってきてもらった写真が、こちらですね、寸尺の写真が、ね、ポセイド橋本さんはやっぱね、この合成を対応してくるとすごいな、手込んでますやんか、ね、ですね、100円をこのロープで、いろんなポセイド橋本さんが、ね、ちっちゃいポセイド橋本さんがいやーちっちゃくてもでっかい ね、 ね、そうなんです ね、 ね、はい、ちなみにこのね、映ってるメガネの方が、まあ、女性の方なんですけど、はい、ポセイド橋本さんと一緒に男女コンビで漫才もしたりとかしてる、そうなんです、相方の方なんですけど、これ女の人ですか、ポセイドさん思ってました、ポセイドさん思ってました、違う、まあ、小さい方で言いますから、ね、あ、そうなんです、そうです、いやーでもこの女の人もお笑いでよかったね、ちゃんとね、受け皿が、受け皿があってね、よかった、いろんな才能ありますから、大丈夫です大丈夫です、はい、はい、そして次が最後のお写真ですね、はい、問題児ですね、はい、こちらですね、この人もお笑いでよかったね、はい、はい、グッティテル君ですね、うん、はい、そうですね、もう名前が腹立つもんね、グッティテル、でこれグッティっていう由来が、はい、そのグッドテイストの略らしいんですよ、グッドテイスト、美味しいっていう意味で、どう見ても美味しくないやろ、うまい、美味しい言われたいっていうのなんですけど、本当に美味しいもん食べた時は美味しいって言おるんですよ、なあかんやん、あかんやん、言わないっていう、そうですよね、もうひどい、ひどいね、はい、はい、問題児ですけど、ね、言ってるけどね、今言ってますね、ではね、こんなグッティテル君に撮ってきてもらった寸尺の写真が、どんなんや、ババン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 、これはもう問題作ですよね、問題作です、もう意味がわからない、意味わからんわですね、完全なる問題作ですけど、なんか全然意味わからん、完全にこれ、ね、これどういうことなんですか、僕もちょっとわかんないですけど、僕も一応そのどういうことなのかって聞いたらですね、はい、うん、まあ一応こちらトラックが映ってると思うんですけども、うん、このトラックの荷台のこの箱の中に少額のお金が入ってるのをイメージしてもらえればっていう、そのふわっとしたこの現場に来てる僕らに完全に委ねたことですよね、はい、どうにかおもろくしてくれみたいなことでいいんですよね、そういうことです、はい、いやこれは問題作、面白くしようがないいや扉と車が当たってません、これギリギリで、そうですよ ね、 ねギリギリのところにっていうか、これ無理やり押し込んでないかこれ、ねえカメラロールに入ってた画像を適当に送ってきた実は無理やり寸尺でっていうっていうことじゃないんですか、これは締め切り間に合わなかったみたいな、あ、なるほど、もう勝手に撮ってきてこれが寸尺やみたいな、みたいなことなんですね、あれ5回ぐらい確認を取ったんですけどねこれでいいのかっていう、上でこれでいい、これでいいっていうのを本人が強く押してたんで、ことなんです、ね、まあでもノミネートされてるわけですからね、そうですね、はい、この4つの中 で、 そうですね、この4つですね、はい、どれこれちょっとまた決めていただけたら、そうですね、はい、また徳丸さんに決めていただけたら、コテンパンさんは個人的にどれが好き？僕が個人的に先輩後輩関係なくて好きなのは、うん、僕はサボテンライダーですかね、あ、やっぱりユニバーサル、そうです ね、 ね、これなんかすごい、ちゃんと遊びに行った時にこれを撮ったっていう、うん、ね、そのパークに入ったのを無駄にしてないあ、そうか、でも分かるな、ね、分かるな、ね、僕このポセイド橋本さんのやつがなんかストーリーがあるんで、なるほど、うん、ポセイドンさんね、はい、ポセイドン橋本さんのはなんかやたら綺麗な場所ですよね、これ後ろね、後ろね、後ろ綺麗、すごい綺麗なんで、この女の人とこの後ろのこう情景のこの、はい、合ってないのがいいですよね、いやいや、そうですね、でもミスマッチ感が、そうですね、はい、すごいですけれども、これすごいな、ね、ね、これは、はい、うん、そうやね、はい、はい、どれか、はい、決め、4人で決めよう、あ、4人で、これから4人で決めましょう、そうしますか、僕らばっかりに責任を押し付けられない、いやいやいや責任とかね、あの野郎みたいな、でもね、前回1ポイント取ってる方がいらっしゃるわけですよ、そうですね、はい、前回はグッティテル君、そうです、でもこのグッティテルは絶対ないやつ、これはもうちょっと今回分からへんもん、まあこれ深読みしても無理ですね、深読みしても分からへんもん、分かんないんで、そう、なんやったら車のナンバーがちょっと映り込んで、そうですね、はい、ちょっと問題作、そうや、これ
で、あの正月来れる時でもってお笑いやってもらおうか。いやそう、一応3ポイント取らないルールが一応ルールがありますからね。さあ3枚3枚になってしまいましたけども、グッティ行くのは落選ということ、落選やね、まあありえへんね、これちょっとダメ、いや迷いますね。プロデューサーがフフって笑ってるし、ちょっとなんか入ったんやろな、画面に出したいと、なんか入ったんやろな。まずこちらがホムラの写真ですね。100円を土下座してこれはね、女の人が土下座してるってのは入れたいような気もすんねんけどな。続いてこちらサボテンライダーですね。ホムラ消そうか、いや分からないね、僕は消した。どうえっとね、はい、いや分からない分からない、最後まで1秒でバッと消えましたね。いや僕もね、ホムラさんちょっとね、あのこのサボテンライダーさん、あ、こっちがサボテンライダー、最後の兵士のサボテン、こっちこっちの方、ポセイダンさんと考えますとね、やっぱり手の込みようがちょっと違うかな。ああ、そうですね。それがちょっともう少し頑張っていただきたかった。よし、そうですね。この写真的にも多分ね、これあの舞台の合間とかに、合間やな、僕もそう思って合間で撮ったような、なんでこの衣装に着替えたかっていうのよう分からへんかった。5分で終わったみたいな感じですか。ああ、残念ながら。これちょっとじゃあ落選ということで。じゃあもう残ったの、まだもうこれを4人で決めましょう。どっちか。どっちかですね。どっちかで。橋本さんか、サボテンライダーの。サボテンライダーさんが良かったと思う人。挙手制、挙手、ここでもう挙手制になるんです。ここでもね、どっちもね、こっちね、アナログな方式ですね。はい、急に誰がやったか分かっちゃうシステムになってる。はいはいはい。じゃあ改めてどっちが選びました。はい、選びました。サボテンライダーさんが良かったと思う人。僕はね、ちょっとこれは本当、あのパークに入場するのに7000円ぐらい払ってるっていうところで、やっぱちょっとそこで体を張ったっていう、それ大きいですね。はい。僕はちょっとポセイドンさんが良かったと思う人。僕も。でも圧勝じゃないですか。圧勝です。じゃあいやでもね、あのね、これをね、でもあのね、ポセイドンさんね、恥ずかしくないじゃないですか。これこっちのサボテンライダーさんでも恥ずかしいよこれ。サボテンライダーのお笑い要素としてはね。そうですね。あ、ごめん。なら僕こっちにする。いやいや、2-2になるな。じゃんけんですか、じゃんけん。でもこの写真を撮ってるってことは誰かに頼んだってことですからね。ほんまですよ。撮ってください。これやっぱお笑い根性かかってるんじゃん、これ。それはいるかもしれませんね。はい。っていうのもね、ちょっと加味しての。こんな僕と杉本君でじゃんけんします。そうですね。すごい戦いになりますね。じゃんけんまで持ち込む。最初はグー、じゃんけんほい。あいこでほ、あいこでほ、続きますね、あいこでほ、なんやねん、あいこでほ、あいこでほ、やかったってことはこれね、ポセイドンさん、私が勝ちましたよ、私が勝ったんですからね、アピールがすごいですね、だいぶアピールがすごい。こちらのね、写真が今回この女性がもうポセイドンさんに見えたっていうのはね、いや本当なんですよ、僕てっきりそうや思いましたもん。でも手込んでますね、ちょっとね、こう CG でやれしてはりますから。橋本さんに、ポセント橋本さんに1ポイントが。はい、そうでございます。そうでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、次回のね、お題をまた。そうなんですよ。はい、こちらね、辞書を持ってきておりますので、またね、杉本さんに。私でいいんですか？はい。いや、それはもうパパですから。はい、パパです。そうですね。パパなんでね。私パパになってしまいましたね。ありがたい。なってしまいましたけど、なったんです。そうですね。はい。行きますよ。はい。ミスしてなったみたいな。また適当に開いたページの。今回はね。はい。これ。はい。はい。の中から。な行です。な行です。な行。な行。はい。これ見てしまうな。はい。指を押さえろ。ここ。はい。内包。内包。難しいな。意味が内々に知らせること。あら、内々に知らせること。内包ですよ。あ、これなんか面白そうやね。じゃそうですね。内々に知らせること、ええかもからね。内包ですからね。内包。じゃ次回は内包でね、みんな写真を撮ってもらい、それをね、発表したいと思います。はい。よろしくお願いします。あの、これな、なんかに、それやったら、みんな、写真撮ってきてもうてるからやね。はい。コテンパンさんには、このお題で、漫才してもらう。来月。内包で。内包で。いいですか、はい、それいいですか、大丈夫ですか、うん、代表でやっていいんですか、いやいや、全然やってもらおうやないか、大丈夫ですか、その分なんか大事なコーナーとかなくなりますけども、大丈夫です、杉本さんなんかもあの杉本さんが噛むためのコーナーとかいらないです、そんなんないです、邪魔でしたね、
内包、はい、すごいじゃないですか、はい、あの言葉そのまま内包って出さんでもいいから、はい、そのなんていうかその意味合いが意味合いが入れば、はいはいはい、はい、楽しみ、これボリュームがすごいですよね、はい、ありがとうございます、芝居も見れるという、もぜひぜひさせていただければ、まあメールでも来てましたもんね、僕らもまた見たいっていうふうに、はい、そうですよね、正月特番ね、はい、初笑いコテンパンさん出ていただきますんでね、よろしくお願いをいたします。皆さんこういう人をね、あの、はい、出したいという人がおったらね、はい、よろしくお願いします、はい、誰が来てんのこれ、新しいメールが、おちさんが、ね、はい、杉本さんおめでとうございますって来てもね、はい、はい、楽しみ、あ、ほんまやほんまや、ドア、あ、ドアと車の間が寸尺か、これグッティーテルのフォローを、フォローしてくれてはんね、はい、はい、とうまいですね、なるほどな、ね、寸尺、寸尺がちゃうけど中さも尺違いしてるんですかね、あ、うまいこと、うまいな、おい監督、でもグッティーテルはそういうとこあるんですよ、はい、なんか前もなんかその、はい、あ、難しい、グッティーテル君って、はい、やっぱ劇団の精神的支柱みたいなとこあるもんなっていう話したら、ずっと鍋かき回す動作し始めてみたいな、だから支柱と支柱をもう勘違いしてるの分からへんや、そんなんな、でもそういう発想にパンとね切り替わるいけるってのは頭いや持ってますよね、そういうやつでも伝わってないですもん、伝わってない、はい、どうしたん急にってなる、そうですね、はい、ちょっと二歩さんも前行き過ぎてるかもしれない、はい、読めるのに難しいです、でもすごいですね、そういうことかもしれないもんね、はい、かもしれないですね、はい、もしかしたらそうですね、はい、深いかもわからんね、もしかしたらそうですね、はい、深い、ありがとうございます、なあ、どうぞ、ね、来月は、はい、はい、内包、内包で、はい、楽しみですよ、はい、ぜひ時間もよろしくお願いします、ありがとうございました、コテンパンさんのコーナーでございました、ありがとうございました、はい、あ、そうだね、すいませんね、ちょっと孫の子しますけども、ありがとうございます、すごいですね、やっぱパワーが違いますよ、ちゃうね、この僕ら勉強しなあかんね、染めていこうかな、いや、そんなあかんやろそれだけか、いや、ごめんなさい、もうお手軽やな、いやいや、お手軽、急にテンションガーッと上げる上がります、ね、あのパワーっていうのはすごいですね、僕らなんか寸尺ですからね、なんでいや、ちょっと何とか借りて、何とかして使わせてもらおうと思ったんですけど、いや無理でしたね、やっぱテンション上がらへんもん、いや、やっぱすごいですよ、スイッチが背中についたんでしょう ね、あ、そうそう、パチッとね、地雷やんね、言うとかなきゃいけませんね、そうですよ、11月の25日から、はい、時空脱獄忍者地雷や完全版が放映、ね、映画館で放映されることが決まりました、そうなんです、ね、重曹シアターセブンっていうところで、はい、第7劇場のところですよね、そうですね、重曹シアターセブン、重曹駅から西口から歩いてもう3分ぐらいのところに、ね、ありますのでね、近いですんでね、はい、どうぞお越しくださいませ、本当にね今まで、はい、男の子とかお父さんとかが、はあ、伊賀の国忍者映画祭ではね、うん、食いついてたんが、はい、今回、はい、女の人でも見て、あ、よかったなと、ほっこりできるなというような感じのものも入っておりますんでね、すごいすごい、うん、あのどうぞ、あのみんなどんな人でも楽しめることがもう間違いないんで、どうぞよろしくお願いをいたします、します、11月25日から12月の5日までやっておりますので、はい、毎日やってますからね、ただあのそろそろやろ、飛び石やつで困る、11月25、26、27、28までが大木監督と、はい、僕、はい、あの徳丸と、まあ、何人か出演者が舞台挨拶をしますので、この杉本君も どの曜日かで来て舞台挨拶しますんで、ね、僕も舞台挨拶できるんですか、はい、よろしくお願いいたします、それはすごく、大井監督チラシない言ってたけど貼りすぎや、これねよう見てたらね、地雷屋がね、3枚ぐらいしかないんですよ、4枚ですか、ね、4枚か、はい、あとねとんでもシネマのやつが貼ってあるんでね、これとんでもシネマのやつは容器あるんですけどね、地雷屋がないんですね、もしあったらね欲しいなと思ってるんですけど ね、よろしくお願いをいたします、はい、第3水曜日はね、とんでもシネマ、はい、重曹シアターセブンでまたイベント、映画のイベントがありますの です、これは7時半からなってますんで、11月19日になってますんでね、はい、ダークナイトレディというね、ダークナイトレディ映画を上映します、ね、この女の人は一回も出てけえへんっていうねそうなんですか、そうなんですか、すごいなんかレディですからね、なんかこんなになんか体型が良くないらしいです、大井監督の言うのが、あ、そうなんですか、うん、まあ、見え方でしょうね、見え方なんかな、あとレッドバラオンとサタン博士の第13話、はい、こちらもね同時上映ですから、
これの見物ですよ、これ。これがね、もうどっちが悪人かええもんかわからんっていう、ね。ロボットも出てきますから ね。ロボットもほとんど動かへんっていうね。動き方がちょっと ね、あれなんですけどね。もうで、レッドバロンであのマスクかぶってるんですが、マスクかぶってしまったらこっちが悪人かっていうね。レッドバロンっていうレッドのマスクをかぶるんですけど、白黒やから見えないっていう、ね、見えないっていうね。どっちがなんかレッドか、もうコテンパンさんが白黒で映ってたら、せっかく赤い髪が何の色かわからへんみたいな、ね、そういうことです。何も面白ないっていうね。あの人白髪やったんちゃうかっていうような。白髪じゃないですけど、あのそんな映り具合になっておりますので、ね、ぜひとも来てくださいね。面白いから来てください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。こんな説明でええんか、全然面白ないやんか。いやいや、そんなことないですよ、はい、面白いですよ、来ていただいたらすごいですから。出します。これではね、はい、また明日、お昼はね、はい、めちゃめちゃぬくいんですけど、まだ朝が寒いんで ね、 そうですね、どうぞ風邪をひかれませんようによろしくお願いをいたします。それでは本日の相手は徳丸晋作と杉本忠宏とコテンパンさんでした。また来週、ありがとうございました。ありがとうございます。この想い日本の魂。